うるさいな本当にね何お前持ってんのお前それそれ持ってるの何お前いいでしょ畑泥棒しとるやんけお前人参どうからパクってきたのお前でもあり畑泥棒けお前いっぱい作れるんだよ人参あそうなんだ買ったのスキンうんそういやなんでよ大事にしてよこの人参 うん、いいかなってボスいったカルビー。行ったよ。あお前。ボスいったのいったよ、いろいろ。へぇー。クリアできたうん。うん、多分武器持たせてもらってんのそっちでは。うん、持ってる。あのー、ショットガン。ショットガン持ってる。しかも、すごいのもらった。なんだっけ え、なんだっけあれ、リスナーなんだっけなんてやつだっけあの武器。でスパススパスおい、えぇスパスお前最強上から2番目の武器だよ。えそうなのイスパスもらったんだよね。めっちゃ強い。え、もう雑魚的も遠距離で2発で倒せる。えあ、そうなんだ。そんなするんだ、スパス。え、ちょ、カルビ来て、カルビ来て。何お前さ、うん。 もしかしてさ、おとりとかやってる <laughs> なんで知ってんのあのさ、カルビー、俺もこのチームのおとりなんだよね。一緒 <laughs> じゃん。<laughs> 俺もさ、与えられる武器スパスだけなんだよね、<laughs> カルビ、俺。ボスを、ボスが近くまで来たら、ショットガンで死ぬ気でダメージ当た与えるっていう、ね。いや、違う。いや、<も>私、私の方がひどいかもしれない。 私、裸で特攻させられるんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> 俺も俺も、俺も俺も、ケクって呼ばれてる俺ここで, <laughs> で。なんかさ、ボスがさ、下から氷突き刺してくるとこあるじゃん。うん、あ、あるね。あそこで、私が裸で特攻して氷出したらみんなで、行けーって言ってみんな行ってる。そんな役なんだよ。あれ、ウルトだから、ああいう必殺あざって、うん、俺らで出しといて、 いや、そうなんだよ。やるだよおとりなんだよ、私たち。えー、なんか。で、スポーン待っお前ィスポン待ってる間に終わったとか言われるよな、俺らいや、なんか。いや、リケン頑張ろうな。バロンも同じ立ち位置だよ。あリケン、私、<laughs> 私たち。ほんとだよな。バロンも一緒だし、うん、ラスも一緒だし、<う>体型も一緒だしな、俺ら。体型は違うけどな。体型は違うぞ。<laughs> <laughs> お前おとりなんだそうなのでもおとりでさあなんて夜になったら松明つけて走り回ってるだけだぞ <laughs> <laughs> えでもなんか家すごくないありけの家すごいでしょう、うんゆふなが作ってくれた全部すげーなえなえなんで開けれるんお前 <laughs> ちょっと待てなんでお前開けれるんえわかんないマジで えマジで分からんえなんで開けへんの<笑><笑><笑>えなんんのやっぱ私って天才ハッカーなのかなーうんそうだよお前右手がお前あれだよお前ピックピックになってんだよお前鍵開けるえ、なんでなんでえでもなんで開くのか分からんピッキングお前大丈夫一緒に来た人にすお,お前あれ捨てられてないよな今一緒に来たやつね なんか、高木、あ,あいつね、高木で、あああか高木の代わり見つけたんだよ。このサーバーで。<laughs> <laughs> 高木の代わり、言うなよ、お前。<laughs> そう、<前>ジェネリック高木ってリスナーも言ってる。お前、お前、高木とアジャがいないんだぞ、おい。俺らで頑張るしかないんだもん。<laughs> いや、でも、だから代わりを探すしかないんだよ。いいよ誰誰ちなみに誰 マルタケって言うんだけどさマルタケかよ <laughs> <laughs> なんか似てるんだよねバロラントのショーツで出てくるわいや私あいつと息統合しちゃっただってあいつさバロラントのレベル400レベルとかなんだよんだいいんでプラチナなんだよなんか親近感湧いちゃってさいや一緒ののすすんんよよいやルゴールドだろうがいや同じだよ変わんないよ